これどういけばいいんかな。入会書と、え、めっちゃいいじゃないですか。さきさん、さきさんって突然こんなこと聞くけど、彼氏っているんですか。なんか俺と同じように苦しんでる感じするけど、あれ、苦しんでるっていうか、そのなんかそのなんかモテないとかそういうこと言いたいんじゃなくて、なんか多分いないですよね。こんな公開の場で聞かれるのも嫌かもしれんけど、なんか俺に DM 来てたもんね、そういう気持ちわかるみたいな、俺のどんな失礼な感じ。じゃあ俺がボロボロの失恋してる話したら、それすごいわかるみたいなことを納得してくれたから、そう、さきさん、別に俺さきさんを見くびってるわけじゃないから、バリバラった俺は別にさきさんをまず見くびって言ってるわけじゃない。なんか俺がなんか俺ら近隣の店で帰り際にキスされて、もう好きになってボロボロに捨てられた日の話した時に、その気持ちわかるみたいなコメント来たから言ってるだけ。全然見くびってません。あ、リトさんどうも、マイマイさんどうも。マジで見くびってないから、俺そういうことじゃないからね。その後、サキさんからのコメントがパタリと途絶え、気になりだすジョビン。でもサキさん怒ってもうて、もうコメントしてないやん、あれから。サキさん激怒してるやん。サキさんの名前の横に、あの俺のアイコンのもうあの絵文字が踊ることはもうないんかな、もしかして。一切コメントなくなったよ、急に。俺がもうどうせ彼氏もおらんやろみたいなこと言ってもったら、やっぱ女ってそういうの一番怒るもんね、マジで。女ってそういうこと怒るよね、怖いな。ぁと一緒に寝られますか。あ、エンセンさんも安心そうやな。でっかい人がいな、そういうね、女の気持ちがわかるわ、冗談抜きで。女の気持ちがわかるわ、冗談抜きで。 Tinder で鬼スワイプわかる。サキさんも俺と同じで、もう寂しくて寂しくて人肌恋しい夜があるはずや。わかるわかる、その気持ちは。あれ、しましたよ、あれ。あ、サキさんまたコメント今見てしまった。ちょっと元気です。サキさんはコメントがないとの発言に対し、コメントをしたと言っているのにマッチングアプリをしたと勘違いしているジョビン。サキさんやってんの、そのマッチングアプリで。マッチングアプリ全然いいやんな。なんかしてる人って隠したかったりするけど、全然いいと思うけど。俺もしたいけど、マッチングアプリ。もう損傷すんな。俺もマジでその本当嘘じゃなくて、そのエロ目的とかじゃなくて、もう一つ寝たやもん、女性と。マジで本当嘘じゃなくて、もうなんか誰かと命を感じたい。心臓の音聞いて、あ、この人生きてるんやなって思いながら寝たいね。昨日上田美京と寝たら安心しそうとか言ったら、誰かがチクりやがったみたいやな、上田美京に。インスタでストーリーでそんな言ってたけど、俺に対して安心しますかみたいな。誰がチクった俺上田美京と一緒に寝たいとか言ってた恥ずかしいこと、誰かチクりやがったな。恥ずかしかったわ、俺も。プレントしてください。てかもうまた損傷しそうやん、車。サキさん、本当にこの世界から抜け出しましょうね、俺ら。まあね、こんなん言うのも本当に悲しいけど、自分でこんなこと絶対言いたくなかったけど、その俺のメンバーシップに入ってる時点で女性でまともじゃないもん。結婚してたら入らんと思う、正直。こんなん言うのも悲しいけど、普通に
結婚して幸せだったら俺のメンバーシップには入ってない気がする。そんなことないよね。これはもうすいません、なんか逆に失礼なこと言っちゃったけど。じゃあここまで、危ない、ここもうつくつく、オッケーオッケー、ここもう行くぞ。そんなことないよね、まともな人いっぱい入ってくれてるよね。よし、一回飛び、失礼がすぎる、失礼すぎる、間違えた、発言が、私が言うのも逆にせいですが、わかるでしょ。え、どのタイミングで酸素してんだ今は。扉開けただけなんやけど、いや俺はまいまいさんもさきさんもまともと思ってるよ、思ってるけど、ちょっとでもさきさん、でもそれ嫌やな、結婚したからって俺このメンバーシップやめられるので一番嫌やな、なんか置いてかれた感が半端じゃないな、やめてね、さきさん結婚してメンバーシップ外す、それ一番嫌やな、その報告 DM あんの、結婚したんでもうメンバーシップは今月でやめますみたいな、うわショックやなそれ、あめっちゃ嫌、やめそう、やめて、さんの分かる発言もマジで失礼やけどな、俺に対して自分から言っといてやけど分かるんかいっていう、まともだったら結婚してたらメンバーシップに入ってないと思うって言ったら分かるっていうのがショックでかいな、失礼すぎるやろ、さきさんも俺に対して自分で言ったとはいいや、だけどそのメンバーシップも結構、いやもうそんな言わんといて、もう女子で格闘技めっちゃ好きだった場合で周りにおらん場合があるよね、その共通の趣味の人が、なんかかわいそうやな、そういうのね、男だったら周りに格闘技好きおると思うよ、その女で一人ぼっちっていうかおるんかな、周りにあんま見つけるの難しそうな気する。すべてです、永遠に感じです。さきさんありがとう。さきちゃん、じゃあ東京来た時にちょっと、なんで言ってよ。俺も会ってみたい。さきさんと世の中の悪口言いたい。なんで俺らだけこんな目に遭ってるのかっていう。モテなさそうやな、それを言ってる時点で集まって。そういうやつこそ結婚できんけど、でもいい、一緒に悪口、世の中の不平不満を言いたい、なんで俺らの魅力がわからんのかっていう、さきさんと盛り上がりたいわ、あーマキさんも、え、マキさんも結婚したことないの、あれも一回もないからね、一回結婚して結婚生活も大変やなとか言いたいわ、あの男同士で飲み会で盛り上がってて、いやごめん嫁が帰ってこいってうるさいからごめん帰るわみたいなこと言いたいわ、嫁のせいにして帰ってみたい、嫁に帰ってこい言われてで帰りたい、いい感じ今んとこ、このまずカバー、ここで溺れること多いから、また一回ちゃんとルートを考えよう。あ、橋あるやん。あれ橋なかった、ある。あ、やばい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 、死ぬ。もう。ここで、朝日さん見てくれてる。
佐々木さん、家族っぽいやつおったんで撃ち殺しておきました。あ、ルイスになって気をついたろ。佐々木さん、家族っぽいやつおったから。あ、待て、何、俺あんだけショートカットしたのにこいつら嘘。佐々木さん、来るから待て、来て。もうマジ精神的にきつい。もうさきさんのせいやじゃ、あんま人のせいにしたくないけど、さきさんがカップルとか家族憎しんでるから殺してあげたの、ね、その時間や、絶対その時間が無駄だった。年っこ行ってくる。もう、でも俺絶対山道から行ってクリアするから。もうさきさんの言うこと聞かんから俺は。もう家族殺さない。ちょっとトイレ行ってきます。さきさん、家族っぽいやつおったんで撃ち殺しておきました。このミッションクリアします。哲也さん、どうもこんばんは。仲良くなってくると罪なぜつけるくせるか。一回サムネイルを山さんのせいにしたらちょっとだけ炎上してたもんな。あったな、サムネイルを。俺はもう全然知らんと、コロが怒ってきた時に山さんっていう人が作ってくれてるサムネイル、完全に山さんのせいだけにしたらちょっと炎上してたもんな。コメント欄で人間性疑うみたいなコメント来てたもんな。ジョビーさんのことは好きだけど今日のその発言はないと思うみたいな、ちょっと好きなのに怒ってるやつ思ったもんな俺に対して。佐々木さん、分かった。でも俺は今後もカップルとか夫婦っぽいやつおったら撃ち殺します。佐々木さんのせいにする気もない。それは佐々木さんの思いを背負ってゲームやってるつもりなんで、メンバーシップでいてくれてるんで。佐々木さんが藁人形とか作って知り合いの夫婦とか呪ったりして釘刺したりしてんちゃうかな。トールは睨んでおります。さきさん、そういうとこあるから。知り合いのカップルとか夫婦を結構恨んでいろいろお参り行ったりしてると思う。神社行ったりとかしてお祈りしてると思うわ。地獄に落ちますようにって。なんか歯車にされたんやなっていう思いがある。俺とサキさんは世の中の徳島の魅力を教えて。徳島の魅力なんか何もない。俺はもう恨んでる。サキさんと一緒や。俺はもう徳島の10月まで徳島おったけどマジでモテんかったし恨んでおります。これはまあ捉え方によっては器小さい、器小さいってまあ捉えるやからもおるかもしれんけど、もうマジでもういい覚えじゃないもん。でそれをマジでもう付き合ったこともなかったし、もう相手にもされんかった女に恨んでます。さきさんと一緒。それをなんか俺が至らぬ点があったなとかじゃなくて世の中が悪かったっていうふうに、さきさんと一緒で俺はもう考え方をそっちに持っていってます。徳島県民が憎いです。なんかそういう考え方しちゃうんやな俺と佐々木さんは。自分が悪かったとかも思わんし、やっぱ世の中が悪いよね。なんか歯車にされたんやなっていう思いがある俺と佐々木さんは世の中の。まあでも幸せになれたらそうは思わんと思うけど、ここから幸せになったらその考えも変わるかもしれんけど、現時点ではそう思ってる。俺は徳島県民の歯車にされた。じゃあこれ女性って何人ぐらいメンバーシップなんかな。
30人はおると思うけど、おらんかな。400人ぐらい、400人ちょっとやけど、1割もおらんのかな。40人おらんかな。どんだけ女性人気ないの俺。おらんかな。いやでもコメントせんだけで意外とおると思うけど、どうなんかな。40人おらんかな。おったとしてもサキさんみたいな同士っていうか、なんか多分サキさんはその俺のファンっていうふりしながら一緒ファンでいるみたいなことを言ってくれたけど、下に見てると思う俺のこと。こいつよりはマシやなみたいな感じで。俺が内藤豊を見る感じで見てんのかな、サキさん。もしかしたらそれは悲しいな。俺が内藤豊を見てこいつよりは上やなって元気もらえてるような感じで見てんのかな。よし、あ、めっちゃスムーズにいってる。オッケーオッケー、いいよ。そこまで損傷もしてません。よし、純粋なファンですよ。ありがとうございます。信じます。もう体力ゲージ欲しいわ。車どれくらいやばいか。よし、どう見ても損傷してる。やばいやばい、やめて。どう見ても損傷してるけど、やばいかな、やばい。もうこれ以上ちょっと待って、運転気をつける。もう今更遅いかもしれんけど、ちょっと気をつけます。ここゆっくり。あ、やばい、あー、やばい。あ、ここいつものサキさんの恨みや。おら、お前ら家族で楽しみやがって。もうここがやばい。もう待って待って、もういやもうちょっとやばい、時間やばい。ちょっとどう、何言ってるかな。そこまで損傷レベル高くないと思う俺は、いつもに比べたら。これいけたんちゃうの。やばいやばい、あら、ここでも損傷したらもう最悪や。あ、もうゴール見えてきてる。あぶあぶ、やめて、もうやばいやばい。競争相手後ろにおらんもん、遠すぎて。俺が速すぎて、あまりにもとんでもない近道行ったから。あぶ、やばい、マジやばいやばい。ヒヤッとした今、あぶね。ちょ、これでゼロからはさすがに心折れるよ。え、待って、抜かれた。はぁ、ちょ待って、おい待て、絶対おかしい、こんなに抜かれんの。待って、はこんな山道通ってきて勝てるわけないはず。よし、いけた。あの、一旦終わるので、今日は次回ここの続きからやりますんで。競争でもなんでもないやん。俺の頑張りはこんな山道から来て、なんで抜かれたんだ最後。損傷様でした。今日は後でやるかも。え、おじぼろさんと錦さん何時まで起きてる？友人が初めても見てくれる？あとサキさん、サキさんも見てくれるんだったらやってもいいけど。まあいいや、ちょっと一回終わります。ご視聴ありがとうございました。ちょっと後でまたやるかもしれないんで。
俺たちはまたやる。終わります、一旦。ありがとうございました。失礼します。